では本日のトレーニングを始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、ではまずストレッチからいきましょう。ではね、ゆっくり伸ばしていきます。足の裏と足の裏を合わせて合席になります。はい、では指先のところで両手を持って膝バタバタさせましょう。はい、 OK です。では正面から息を吐きながらゆっくりと前に前屈、吸って正面に戻って、吐きながら次目線をおへそに向けながら背骨後ろに丸くしていきましょう。吸って正面、吐いて前屈。吸って正面、吐いて後ろに丸く倒します。もう一度吸って正面に戻って、吐きながら前屈。ラスト1回ずついきましょう。吸って正面に戻って、吐きながら背骨丸くして目線をおへそに向けていきましょう。吸いながら正面に戻って、吐きながら前屈。はい、ゆっくりと正面に戻ったら足バタバタでリラックス。はい、 OK です。ではですね、片足、左足でも右足でも大丈夫です。片足前に出して、もう片足は折りたたんだ状態で、そのまま背筋ぐーっとまっすぐに伸ばして、そのまま前屈で倒していきます。いけるところまで、軽くで大丈夫ですよ。まだ朝なので縮んでると思うので、少しずつ伸ばしていきましょう。はい、一度緩めて、もう一度前屈。はい、 OK です。はい、ではそのまま出している方の足ぐるーっと後ろに向けて、で前の足を、できる方は90度カクカクと盛り曲げてください。無理な方はいけるところまでで結構です。はい、ではそのままゆくっと体重を真ん中の方に寄せたら、こちら折りたたんでる方のお尻が伸びてくると思います。お尻つけて正面に戻っていきましょう。はい、では足チェンジ、反対の足前に出して、はい、ではゆっくりと前屈していきます。いけるところまで、軽くで大丈夫ですよ。しっかりつま先上に立ててアキレス腱の方伸ばしていきましょう。はい、一度緩めて、もう一度ぐーっと前屈して、膝裏伸ばしていきます。はい、 OK、 戻って、では伸ばしている足をぐるっと大きく横から回して、そのまま前の膝がなるべくちょっと横側に折りたたむようにしてくださいね。はい、ではそのまま体重を真ん中に寄せていって、折りたたんでる方のお尻の外側を伸ばしていきましょう。はい、OK です。ゆっくりお尻つけて元の位置に戻りましょう。はい、では次は、左足、もう反対の足に行ったら、よいし
内側から通して足首の外側を持ちますね。そのままゆっくり体重を乗せながら足首を回していきます。足首と股関節を回していきましょう。いい感じ。はい、OK、反対。内側から取って足首の外側に手を当てて外回りに回していきます。前の方の足を後ろに伸ばして一度うつ伏せになりましょう。おでこつけたら両方の体の頭の横に両手を置いて、そのままゆっくり上げれるところまでお腹からぐーっと反らしていきます。前のお腹を伸ばしていきましょう。はい、緩めて。もう一度いきます。ゆっくり息吸いながらふーっと上げていって、いけるところまでで結構です。はい、吐きながら緩めて。ラスト1回、息を吸いながらゆっくりと上体を起こしていきましょう。前のお腹伸ばしながら背筋縮めていきます。はい、吐きながら戻って、一度床におでこをつけたらチャイルドポーズで背中緩めていきましょう。です。ではそのままつま先立ちになったら、お尻を高く上に上げてドッグポーズの形に入ります。アキレス腱しっかり伸ばしてください。はい、 OK、 両膝床について、はい、一度正面に戻って大きく深呼吸しましょう。息を吸って吐いて、もう一度息を吸って吐いて、ラスト1回鼻から息吸って吐いて。はい、OK です。ではお水を飲んでもらって早速筋トレ始めていきましょう。今日は、お腹、腹筋とお尻をメインにしていきます。あと少し最後もね、腕も鍛えていきたいと思います。はい、では早速いきましょうか。今日はね、音楽にも合わせていきたいと思います。はい、では皆さんうつ伏せになってプランクの形に入ってください。肩のと真下に肘が来るようにしてセットしていきましょう。足は肩幅に広げてもらって大丈夫です。で、できれば前で苦しくなったら組みたくなるんですけど、できれば離してください、離してください。はい、 OK です。はい、では皆さん大体30秒から1分ぐらいいきたいと思います。いきましょう。3、2、1、お尻上げてプランクスタート。頭前に倒しすぎないように気をつけましょう。お腹の中ぐーっと力を入れて、お尻の穴もキュッと締めていきます。プルプルしてるところをこらえて、お尻下がらないようにぐっと上げましょう。お腹のおへそを中心にぐっと中に引き締めていってください。
笑顔忘れずに。オッケー、3、2、1、はい、緩めて、休憩。ふう、はい、オッケーです。では次は、先ほどプランクの状態からお尻を左右に揺らしていきます。はい、ちょっと見えにくいですかね。横向きになりましょうかね。よいしょ、こっちでいきますね。はい、では皆さんでいきましょう。3、2、1、スタート。お尻上げて左右に揺すっていきます。できれば私のペースについてきてください。右、左、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 あと半分。2、1、はい、休憩、緩めて。うう、はい、ではですね、次は横向きプランクに行きたいと思います。で、どちらの向きでも結構ですので、下の方の腕を肩の真下に肘を置くようにしてください。はい、では反対の手はなるべく腰に向かって当てていきます。で、両方の足をつけた状態でお尻を持ち上げていきましょう。アビトさん消えますね、すみません。はい、では皆さんでいきましょう。よーい、スタート。お尻上に持ち上げてキープ。笑顔を忘れずに。脇腹ぐーっと締める感覚を持ちましょう。はい、ゆっくり下げて。 OK、 では次は先ほどキープしました、次上下に、動かしていきます。上げて下げて、上げて下げて、これがきついですね。皆さんで頑張っていきましょう。はい、ではよーい、スタート。上、上、上、下、上、下。3、2、1、はい、OK です。はい、緩めて、大丈夫ですか。はい、では反対いきましょう。肩の真下に肘を置いてください。はい、では反対の手、上のウエストに当てて、ゆっくりとお尻を持ち上げていきます。そのままスタート、キープ。下の脇腹ぎゅーっと力を入れて引き締めていきましょう。はい、 OK、 緩めましょう。はい、ではそのまま上下にカウントを取っていきます。よーい、スタート。上、下、上、下。3、2、1、はい、 OK、 緩めて。ふぅはい、OK です。では次は、横向きに並びましょう。腕立ての状態で片足ずついきますね。まず左足でも右足でも大丈夫です。片足から反対の胸の方に向かって膝を上げていきます。中に入れていきましょう。反対の胸に向かって、そうです。はい、ではこれを、音楽に合わせてやっていきたいと思います。3、2、1、スタート。1、2、片足ずつ、片足だけ、片足だけ。あと8カウント。1、2、
two, three, four, five, six, seven, eight. はい、skip. で、quick. 1、2、3、4、5、6。もう一回。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、緩めて。OK です。では反対の足も行きたいと思います。肩の真下に両手を置いて、はい、では反対の足も反対の胸の方に向かって足を中に入れていきましょう。はい、ではよーい、ちょっと待って、音楽が聞こえない。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4、5、6、7、あと8カウント。1、2、3、4、5、6、7、キープ。クイック、トントン。あと8カウント。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、OK、緩めて。はい、一度お水を飲みましょう。このまま、今ちょっと腹筋をやりましたが、このままちょっと腕も疲れてきてますが、それにね、またハードですけどね、このまま腕立ての、筋トレを行います。これでしんどい方は膝ついてもらって、いける方は膝を上げていきましょう。この状態で反対の肩をタッチします。はい、ではこれも何秒ぐらいいけるかしら。はい、よーい、スタート。しっかり呼吸してください。顔を笑ってあと8、3、4、5、6、7、ラスト8。はい、 OK、 緩めましょう。皆さん大丈夫ですか？汗拭いてくださいね。はい、では次は、腹筋からお尻をの、筋トレをしていきたいと思います。はい、では皆さん仰向けで寝転んでください。そしたら両膝を曲げて両手を真上に上げていきます。はい、じゃあこのまま自分でおへそを見るようにして、ゆっくりロールアップで起き上がっていきましょう。で、背骨まっすぐ立てて、そのままおへそを見ながらゆっくりと肩骨の方から元に戻っていきます。ゆっくりすればするほどお腹のインナーマッスルに効いていきますので、まずはゆっくりとしたカウントでやりたいと思います。で、そこから少しペースを速くしていきますね。では、両手上に上げて、音楽聞こえてきましたね。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8。下がって1、2、3、4、5、6、7。アップ。下がって。しっかり自分のおへそ見ましょう。アップ、ダウン、もう一度アップ、
ダウン。ではこれ2倍速で1、2、3、4、5、6、7 up。 ラスト1回。はい、オッケー、緩めましょう。お腹の中の力を緩めましょう。はい、オッケーです。今日もハードですね。はい、ではですね、このまま両膝曲げている状態で、右足を伸ばしていきます。この平行に、膝の平行に、延長線上に伸ばすようにしてください。はい、ではこのまま、両手のひらを体の横に当てて、その状態でお尻を上げていきましょう。OK。はい、では上げるときにしっかり息を吐きながら行ってください。よーい、スタート。1、2、ちょっとゆっくりめのカウントでいきますね。3、4、5、6、7、8、9、10、あと5回。1、2、3、4、5でキープ。クイック。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、緩めて。うぅ、くるね、きますね。はい、では反対の足も行きましょう。両膝を曲げて、次先ほどと反対の足を伸ばしてください。これも下がりすぎないように、膝と同じ高さの位置で上げるようにしてください。はい、では両体の横で両手のひらついて、肩しっかり下げて首長くしていきましょう。はい、ではゆっくりと行きます。3、2、1、スタート。音楽に合わせてゆっくり上げていきましょう。4、5、6、7、8、9、10、11、12。お尻下がってきてますよ。しっかり上に上げて。13、14、15でキープ。そのままクイック。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、OK、緩めましょう。はい、ではラストいきたいと思います。両膝立ててください。はい、先ほど片足ずつやりました。次は両方の足の裏を床につけた状態でぐっとお尻を上げていきます。最初は上下に動かしたまま、その後キープに入っていきましょう。はい、では皆さんでいきます。3、2、1、スタート。アップダウン、アップダウン、アップダウン。 OK です。お尻は床に全体的につけないように少し浮くぐらいでストップ。両手でしっかり床を押さえつけて、足の裏でもゆっくり床をしっかり押し付けてください。はい、上でキープ。しっかり呼吸しましょう。クイックでさらにいきます。1、2、3、4、5、6、1、あと8カウント。1、2、3、4、5、6、1、8。 OK、 緩めましょう。ふう、はい、 OK です。ではお水を飲みます。
皆さんどうでした？大丈夫でしたか？はい、ではここまでで筋トレ終わりたいと思います。ではストレッチいきましょう。はい、では今日もしっかりお尻とお腹をストレッチしたのでゆっくりとほぐしていきたいと思います。はい、ではまず、左足を右足の上にかけて、いつものお尻のストレッチですね。はい、ではゆっくりまずはそのまま前屈していきましょう。はい、OK です。緩めて、では上の方の足をぐっと曲げます。はい、ではそのまま背筋をぐっと伸ばした状態で前屈していきましょう。はい、OK。 では上の足を立てて下の足をくるっと回していきます。はい、ではですね、体を左側にねじって、はい、ではそのままお顔を後ろに向けていきましょう。はい、ゆっくり戻ります。はい、ではゆっくり足をほぐしてください。反対の足に行きましょう。右足を左足の上にかけて、はい、ではゆっくりと前屈していきます。ゆっくり戻りましょう。はい、では上にかけている方の足を折りたたんで、もう一度前屈していきます。はい、ゆっくり戻りましょう。はい、では上の方の足をぎゅっと立てて、はい、では下の方の足をくるっと回してください。はい、では前の膝を抱えるようにして体を右向きにぎゅっとねじっていきます。お顔も一緒に後ろに向けていきましょう。はい、ゆっくりと戻して足をほぐしていきます。はい、では四つん這いのポーズになりましょう。はい、よいしょ。はい、では猫のポーズで、中心になった状態から息を吐きながらゆっくりとおへそを見て背骨を上に突き上げていきます。息を吸いながら真ん中の位置に戻って、息を吐きながら背中を反らせていきましょう。目線天井、息を吸いながら戻って、吐きながら背骨丸くして目線をへそに向けていきます。吸いながら正面、吐きながら背中を反らしていきましょう。吸いながら正面、吐きながら丸くしていきます。吸いながら正面、吐きながら反らしていきましょう。吸いながら正面、吐きながら丸くしていきます。
吸いながら正面、ラスト吐きながらぐーっと反らして目線天井。はい、吸いながら正面に戻ったら吐いてチャイルドポーズで背中緩めます。はい、OK。 では上向きで寝転んでください。はい、では右足を自分の方に寄せたら、足を右に持っていきます。お尻の外側から太ももにかけてを伸ばしていきましょう。はい、では右手を真横にまっすぐ伸ばして、なるべく右の肩口を床につけるようにしてください。はい、ではお顔も右に向けていきましょう。はい、OK です。では倒している右足を正面に戻したら、ゆっくりと足を回して股関節回しを行います。はい、ではそのままパカッと開いて、左手は左の股関節にしっかり手を当ててください。左のお尻が浮いてこないように気をつけましょう。ゆっくりスルスルと戻したら反対の足にチェンジします。はい、では右手で左の膝の外側に手を当てて、右側にぐっとねじっていきましょう。左手は真横にまっすぐ伸ばして、お顔も左に向けていきます。では曲げている方の足、ゆっくり正面に戻したら、左足の股関節を回してほぐしていきましょう。はい、ではそのままパカッと開いて、右手で右の股関節に手を当てて、右のお尻が浮いてこないように気をつけてください。スルスルと戻して、はい、では一度横向きになってから、頭最後にしてゆっくりと起き上がってください。はい、ではあぐらを組んで深呼吸しましょう。両手広げて息吸って、吐いて、もう一度両手広げて息吸って、吐いて、ラスト両手広げて息吸って、吐きながら脱力。はい、では頭最後にしてゆっくりと起き上がってください。はい、では本日のトレーニング、これで終わりたいと思います。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。